11代目森高によいよ引く1863年12月28日は、今日はから文久期の歌舞伎役者。矢後は、坂東美の、女、坂東三五郎としては、大和屋、森田、森高によいよとしては、木の字屋。拝名によ長州長がある。今日は3年11月、3代目、坂東三五郎の養子となり、2代目坂東美の助を、へた後、 天保三年三月、四代目、坂東三五郎を襲名する。三代目、三五郎の未亡人は、さらにこの四代目三五郎に、十代目森田館、いよいよが髪型で隠しして、以来十数年代耐えていた、森田館いよいよの名跡を相続させようとした。しかし、森田館いよいよの名跡には、森田座座元としての職能が伴うだけに、 これには存命していた十代目かぎいおいよの養父元九代目森高によいよが行天訴訟沙汰になった。すったもんだの末、結局は老いた九代目かぎいよいお側が折れる形で四代目、三つ五郎による相続が許され、加永三年十一月十一代目森高によいよを襲名した。森田座は、天保八年に、塞い方で、旧座となって以来、 控カヤグの河原崎座に工業権を手渡していた。安政2年に、その河原崎座が失火により全焼すると、翌年5月には、本屋蔵として、森田座が再興され、翌安政4年7月にはその座名を、森田座と改めた。これは、関年の経営不振を座名のせいにした解消で、森の下に、田では、日当たりが悪くて、地乗りが悪いのも当然で、これを、 他を守ると改めれば、きっと方策になるだろう、という言を担いだものだった。これに伴い、森高んいよいよの名跡も、森高んいよいよと改められたのである。天保年間から中部に悩まされ、晩年はほとんど半身不遂になっていたにもかかわらず、舞台には、よいしょよいしょと上がり続けたので、よいみとと、あだなされて親しまれた。大柄で細表、鼻が高く、 風貌に優れ、和ごとを本領としたが、ことに生瀬はものに妙を得て、軽妙な功績としないは、天下一品と言われた。基地に富み、文才もあり、徘徊にも通じていたという。実験は、落語家初代金原定馬勢。ありがとうございます。